さあ次は against。 これもですね、非常に様々な日本語訳が当たりますけれども、基本的にはですね、向かい合う力です。こっちでグーッと押したら向こうもグーッと対抗して押し返してくる感触、それがこの against のイメージなんですね。 A. He tripped and hit his head against the desk。 彼はつまずいて机に頭をぶつけた、ガーンとぶつけたわけですね。机の方も押し返してるから痛いんですよ。机が豆腐みたいに抵抗力がなかったらスカスカスカチートも痛くはないわけですね。向こうも押して返してくる、ガッと力が双方から加わってる感触がしますよね。さあこれが生み出す顕著な使い方は C. Are you for or against the plan? あなたはその計画に賛成ですか、それとも反対ですか。反対という意味合い、これはもちろん向こうもですね、こちらの提案に向かってグッと押し返している、そこが反対につながってくるというわけですね。イメージが分かれば前置詞の理解は簡単ですよ。